この物語は私が日本で体験したちょっと不思議な旅の記録だ。ここが伊賀か。あ、忍者。あなたたちは忍者ですか？忍者です。イエーイ。ん？どうしたの？私は忍者ですなんて答える人は偽物ね。あなたたちは忍者じゃないね。私本物忍者に会いに来たんだ。本物忍者？何言ってんの？行こう。あんた？あの人らはな、ただの観光客やで。観光客？そう。忍者の服装してるのはな、みんな観光客やで。なんだ？犬まで？私と同じ？観光客か？観光客どころか伊賀ではの市長もほらほら忍者服を着るんやで。ああ、あんた忍者のことが知りたいんやったらお城の近くに忍者屋敷や忍者博物館があるさかい、そこ行ってみたらええよ。ああ、ありがとうございます。どういたしまして。忍者ですかと聞いて忍者じゃないですっていう人が忍者だったりするのかもね。あなたは忍者ですか？まさか。親切にありがとうございました。やっぱりあなたは忍者じゃないですか？ん？何？これは忍術？変わり身の術？うん、まさかあのおばあさん。おいおい、なんだよ神妙な顔して。あんたも忍者になりたいんだったらこの忍者パックがおすすめだぜ。じゃあどこだ。明日は忍者屋敷に行ってみよう。クエンティン、クエンティン。誰？この声は夢の？伊賀まで来たのね、クエンティン。なんで私の前を？どうして忍者に会いたいの？あなたは自分を変えるために忍者に会いたいんでしょう。何？あなたをずっと見ていたけど、ただの興味本位で忍者を探しているとは思えないわ。いつから僕のこと見てるんだ？おかしいな。クエンティン。うん？ああ！